こんにちは、ゆとり調理師成り上がりチャンネルのお酒担当ダッチーです。料理担当のタコです。このチャンネルは皆様にお酒と料理を楽しんでもらう、知ってもらうっていうのをコンセプトにいろいろやっていこうと思っているチャンネルです。チャンネルです。はい、撮ります。はい、このチャンネルは料理とお酒を知ってもらうために、2人で立ち上げたチャンネルです。お酒を紹介するときに文字だけだとどうしても硬くなるかなと思ったんで、こうやって声で紹介しようかなと思いました。せっかくなので今回2人の自己紹介を軽くしていこうと思います。じゃあまずはですね、料理をもう動画上がってるんで、それを担当しているタコさんから紹介してもらおうと思います。はい、じゃあちょっと僕はタコなんですけども、簡単な自己紹介させていただきます。高校自体が、調理系の専門学校出て、そこから旅館に入りまして、でそこの旅館で働いている方と、日本酒居酒屋を2人で立ち上げまして、でその時に、まあ、お酒の勉強と料理の勉強をしまして、でその後に、まあ、旅館というかホテルですね、ホテルで一応料理長という形で今働いています。ではタッチーくど紹介をしていきたいと思います。どうぞ。はい、じゃあ、自分はですね、お酒担当させてもらうダッチーです。経歴とかまあ深いことは置いといてですね、一応置いとくんかーい。一応、お酒が好きですね。いろんなお酒、基本的には日本酒、ウイスキー、ビールと飲むんですけども、何でもござれという感じで、まあ、お酒ばっか飲んでる。まあ、でも簡単な経歴として、まあ飲食業はしてますよ、ちゃんと。お酒ばっかり飲んでる人間です。と言いましてもね、一応あの飲食業もしてますし、お酒に関わるところでも働いているので、皆様に発信していこうといきたいと思います。でん、ヤッホーブリングのヨナヨナエールです。このビールは長野の、軽井沢で作っているエールですね。質問です。はい、エールとビールってよく聞きますけど、何が違うんですか？エールはビールの一種です。と言いますと、結構中身が違ったりとか？ああ、もうそういうのはね、ちょっと長くなるんで、次専用の動画を撮るんで、よかったらそちらも見てください。そちらも見てくださいね。じゃあ続き、その説明お願いします。はい、ヨナヨナエール説明する前にですね、もう飲んでしまおうかと思います。お、いい音。でここでですね、皆様あの家でビール飲むときはですね、グラスもう何でもいいんですけど、極力綺麗なグラス使ってください。中に油とかですね入ってますと、泡がすごい立ちづらくなりましてですね、あんま綺麗に注げないので、綺麗なグラスを使うことがポイントです。で注ぐときはだいたい45度ぐらいで、最初は泡を出さないと。でだいぶ注いできたぐらいで高くして泡を出してあげるとしますと、綺麗に注げる。はい、お、綺麗に注げてますね、さすがプロ。はい、した。じゃあいただきます。正直うまいですね。うん、味の説明じゃあちょっとお願いしてもいいですか？はい、エールっていうのは大体日本のスーパードライとか一番搾りとかと違って、なんかコクがあります。まあ、何のコクかっていうと、大麦由来の、麦のコクがありますと。まあ、そういったのをね、ふんだんに楽しめるのがこのヨナヨナエール、エールの魅力ですね。じゃあこれに合う食べ物って何が合うと思います？そうですね、普通にビール飲むときに食べるおつまみ、まあ、何でもお肉だったりとか、ちょっと塩辛いものがいいですね。そういったもので合いますね。うん、じゃあ宅飲み、やっぱりこの動画見てる人だったら、こう家飲む人が好きなのかなと思ったりするんで、うん、じゃあ家食べるなら簡単に手に入るもので美味しいものとかってあったりしますか？いや、もう何でも、スーパーでも何でもいいんですけど、まあ、今回ねこのヨナヨナエール買ったのがローソンっていうコンビニで買ったんですね。みんな知ってますよね、ローソンぐらいね。バカにしてますね。でローソンで買ってきたんですけど、こういったね、見えますか？見えますよ、はい、厚切りいぶしベーコン、はい、うん、ベーコンみたいなちょっと塩気があって味がすごい濃くないっていうもの、
チャッチャチャッチャチャーン。よいしょ。お手元。はい。まあ、こういったね、塩気が強めのお肉。ビールで隠れてる時見えんけど、ちょっと前につけて、ありがとうございます。お肉が合うかなと思います。これはお肉食べてから飲む方がいい？飲んでからお肉食べた方がいいとかあります？そうですね、まあ、どっちでも先にお肉食べて、その中のお肉の香りを、まあ、残る香りをこうやってビールで流し込むと、それも美味しいですね。でビールの残った香りでお肉を食べるっていう、どっちが先でもいいです。うん、はいはいはい。まあ宅飲みするならこのローソンのいぶしベーコンが合うよってことでよろしいですか？はい。では今回は、もう一回最後に名前説明してもらいましょうか。はい、はい。今回紹介しましたのはヨナヨナエールっていうヤッホーブルーイングってところが作ってるビールです。はい。後ろの原材料とかちょっとパッと見せてもらってもいいです？はいはい。ここですね。でこちらの方はローソンで買えるってことでよろしいですか？全部の店が置いてあるわけではないんですけど、比較的ローソンで、うん、ちょっと光っちゃう結構、ね、はい、OK。 うん、全部のローソンで買えるわけではないとは思うんですけど、比較的ローソン、まあ、他のコンビニさんでも置いてあることがあるんで、手に入りやすい銘柄だと思います。はい。でおつまみの方がもう一度ちょっとパッケージよろしいですか？今回、一緒に合わせたのはローソンの厚切りいぶしベーコン、こちらでした。はい。じゃあこれが、ダッチーくんのおすすめのビールとおつまみでした。もしかしてよかったら最後に一言普段一番搾りとかスーパードライしか飲まない人もエールっていうのにこう興味持つのは、このヤッホーブルーイングのヨナヨナエールっていうのが非常に、手に入りやすくてですね、試しやすいので、ぜひ、つまみと一緒にビール楽しんでみてください。はい、以上です。ありがとうございます。最後に一つ質問です。ビールの価格を教えてもらってもよろしいでしょうか？はい、250円ぐらいです。はい、お手軽価格でした。